シャード。シャードは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、大西洋及び地中海に生息する、ニシンメザカナの一種、アロサ、ニシン魂にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。シャードは1941年10月24日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。 1942年4月15日に、プリシュラオールデンが奴隷によって浸水し、艦長エドガー・ジェー・マクレガー三世少佐、アナポリス1930年組の指揮下1942年6月12日に、収益する。ニューイングランド沖での調整を終えたシャードーは、反抗しつつあった、大西洋方面の戦闘に投入された。10月19日、シャードは、最初の紹介で、 モロッコ沿岸に向かった。統治作戦準備のために上陸予定地を偵察。この紹介で攻撃の機会はなかった。11月23日、シャードは35日間の行動を終えて、コーンウォールヌ・ファルマスに帰投した。この後、シャードはスコットランドのに開港された。12月20日、シャードは2回目の紹介で、ビスケー湾及びスペイン沿岸に向かった。 同方面で遭遇した船舶の大半は中立国スペインの船舶だったが1943年1月4日朝にノビスワンでドイツ総海艇 M4242 と橋気を浮上砲船で撃沈。1月9日朝にはの地点でトロール船風のタグボートを発見して魚雷を2本発射するが命中しなかった。1月25日にの地点で ドイツの封鎖突破戦のレドフェルスを発見し、3度に渡って、魚雷を計7本発射して2本を命中させ撃破した。2月12日、シャードは44日間の行動を終えて、クライド湾に帰島した。3月7日、シャードは3回目の紹介で、ビスケー湾に向かった。4月1日未明には、の地点で、ドイツ駆逐艦の厳重な護衛がついた、イタリアの封鎖突破戦。 イエトロ・オルセオーロを発見し、魚雷を計8本発射して2本命中させて撃破した。4月12日、シャードは37日間の行動を終えて、クライド湾ンに帰島。艦長がローランド・カイ・プライス少佐、アナポリス1927年組に変わった。5月4日、シャードは4回目の紹介で、ノルウェー海域に向かった。しかし、この紹介では、 敵艦船を見ることはなかった。6月16日、シャードは43日間の行動を終えて、クライド湾に帰島。マクレガー少佐が艦長として復帰した。7月5日、シャードは5回目の紹介で、大西洋に向かった。この紹介は、アメリカへの帰還のついでに行われた形となった。7月27日、シャードは19日間の行動を終えて、コネチカット州。 ニューロンドンに帰島。ニューロンドンで一旦修理された後、この方面に投入されていたバーブなど他のガトウ級潜水艦と共に太平洋の前線に移動し、対日線に参加することとなった。9月7日に新珠湾に到着したシャードは、2週間の間先行の間に受けた損傷の修理を受けた。9月28日、シャードは6回目の紹介で、東、品川及び、 公開方面にへ向かった。この紹介はアメリカにおいて、ウルフパックが実戦に投入された最初だった。ウルフパックは、シャード、セロ及びグレーバックから構成され、セロに座上した指令の指揮を受けた。ウルフパックは10月12日に、セロが特務艦マミヤを撃破したが、シャードも同日にの地点で、セロと共に輸送船団を発見して、魚雷を3本発射したが、 命中しなかった。10月14日には、グレーバックガサ13戦団に対して攻撃を行い、特設運送船、O 級タンカーコーミズマル、高千保証船、7072トンを撃沈していた。10月21日深夜、シャードアの上海沖で2隻の巡洋艦と3隻の護衛艦と目された戦団を発見した。この戦団は、上海からラバウルに、 陸軍兵士を輸送する日野と4号輸送部隊の、軽巡洋艦中と伊須図、特設運送船五国丸、大阪商船、1438トンと、成長丸、国際汽船、8613トン、駆逐艦3運であった。10月22日2時13分の地点に至ったシャードは主に中に向けて、艦首と艦尾のすべての発射から計10本もの魚雷を、 発射したが、三軍の爆雷攻撃を受け回避のためにやむを得ず、より深く先行せざるを得なかった。中は発射された魚雷を一本目は回避したが、二本目が右舷側の環境横に命中したものの、命中角度が鋭すぎたため新艦が作動せず、船体が凹んだだけだった。しかし、シャードは、魚雷を発射して、何本かは巡洋艦に命中したと報告した。 10月27日未明、シャードとグレーバックはの甘み大島しま高崎、東大西方海域で、マレー8戦団を発見。戦団には、駆逐艦潮風が護衛についていた。0時27分、シャードは、戦団中の火客船カモ丸、日本優船、8524トンに対して、魚雷を3本発射し、そのうちの魚雷1本が命中したカモノ丸は、 高行不能の後、沈没を防ぐべく応急修理の上、22時30分頃に、修理のため奄美大島九ま湾に座礁した。そのカモ丸を救助するため近寄ってきた、火客船藤丸、日本郵船、9138トンに6時20分頃、グレーバックが魚雷を命中させて、藤丸を撃沈。残る、火客船王力丸、大阪商船。 7362トンは、藤丸遭難者の救助を行った後一旦被災した。ものの、震度を戻して航行中の12時25分に、グレーバックの射程内に入り、巨雷一本が命中したが不発に終わった。11月25日、シャードは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。サンフランシスコに開港され、ベスレヘムスチールで、オーバーホールに入った。 オーバーホールの間に艦長がローレンス・ブイユーリン・少佐、アナポリス1937年組に変わった。オーバーホール終了後、シャードは1944年5月11日に新珠湾に戻ってきた。8月12日、シャードは7回目の紹介で日本近海に向かった。8月30日朝、シャードはの地点で2隻の小型紹介艇によって、 護衛された2000トン級輸送船団を発見し、魚雷を3本発射して1本命中させたと判断されたが、護衛艦の反撃を受けて退避せざるを得なかったため、取り逃がした。9月3日に、モノ地点で4500トン級輸送船と2隻の海上トラックからなる輸送船を発見し、魚雷を2本発射して1本が命中したと判断される。 9月14日にはの駿河アーム近海で4200トン級輸送船と2隻の護衛艦を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。9月16日朝に、物地点で特設運送船箱崎丸日本郵船1413トンに対して魚雷を4本発射し、3本の魚雷が命中したと判断されたが、実際には箱崎丸に被害はなかった。 この攻撃の後、護衛艦からの2時間の爆雷攻撃を受けたが、シャードはこれに耐えた。9月18日未明、シャードはの前崎の南方で、2つの目標をレーダーで捕捉した。シャードはすぐに攻撃を行わず追跡を続け、9月19日に入って、相手は千鳥型水雷艇と、応募式艦艇と、小型艦と判断された。シャードは浮上して、目標を追跡し、 やがて先行した。この目標、解剖艦500頭と第47号区選定は、この時、小笠原諸島防衛のための特殊先行艇を輸送しており、500頭が特殊先行艇を栄光していた。未明2時過ぎ、シャードはの地点で500頭に向けて、魚雷を4本発射し、やがて3つの爆発音が聞こえる。シャードは、目標がどうなったか観測しようとしたが、 第47号船艇がシャードの方に向かってきたので、新進度先行で退避せざるを得なかった。爆雷による反撃を受けたが大したことはなく、500頭は5時2分に沈没した。9月21日には、の新島沖で、特設総海艇第二分丸、西太陽漁業297トンを発見し、魚雷を3本発射して1本を命中させて、撃沈した。 9月22日未明、シャードはの地点で、おそらく敵の潜水艦によって発射された2本の魚雷を巧みな送管によってかわし、うち1本はシャードから18メートル離れた場所を通っていった。翌9月23日の地点で1隻の輸送船と2隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、9月24日に入っての地点で中型輸送船に対して魚雷を4本発射し、 一本が命中と判断された。この後台風に遭遇したが、乗り切った。10月1日、シャードは50日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。10月25日、シャードは8回目の紹介で、レッドフィッシュ及び、スレッシャーと共にウルフパックを構成し、台湾近海及び東、シナ海に向かった。11月2日に、サイパン島に、 気候の後、証拠に到着。11月17日未明にはの地点で、病院船を、目撃、11月22日夜にはの花蓮港沖で、輸送船団を発見し、の地点に至り千鳥型水雷艇と、おぼしき艦艇に対して、巨雷を3本発射したが命中しなかった。11月26日にレッドフィッシュと合流して、サイパン島に向かい、翌27日に到着。補給後、 再び東、シナ海で紹介を行った。しかし、この紹介では、戦果がなかった。1945年1月5日、シャードは63日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。乗組員の休暇と修理が行われた。1月31日、シャードは9回目の紹介でピート及び、スレッシャーと共に、ルソン海峡及び南シナ海に向かった。 2月12日にサイパン島で給油を行った後、証クに到着。3月5日夜には敵の魚雷攻撃を受けて危機に陥った。3本の魚雷がシャードの監視を横切ったが、被害はなかった。この紹介で、シャードは3月6日にの地点で輸送船団、3月8日にの地点で小型艦艇、3月12日にの地点で輸送船団をそれぞれ発見し、 攻撃を試みたもののすべてが、護衛艦によって阻止され、攻撃の機会はなかった。三月三十日、シャードは五十七日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。艦長が、ドナルド・エル・メロップ少佐、アナポリス九百三十七年組に変わった。五月三日、シャードは十回目の紹介で、バラオドラゴネット及びスパイクフィッシュと共に、ウルフパックを構成して、東、 シナ海及び航海に向かった。この頃には重だった。日本の艦船はほとんど撃沈されていたが、わずかにそれなりの船舶は残っていた。5月15日夜、シャードワの最終投近海で2800トン級タンカーを発見して、魚雷を4本発射し、そのうちの1本が命中し目標を撃沈したと判断される。2日後の5月17日の夜には、の地点で、 大きい輸送船と二隻の護衛艦を発見。シャードは四本の魚雷を発射し、素早く距離を取った。魚雷のうち一本の魚雷が、前方の輸送船長3丸、大連機船3938トンに命中し、降沈させた。護衛艦の追撃を受けた者の,のシャードは逃げ切り、紹介を再開した。5月20日夜に、物地点で二隻の水雷艇と、応募式艦船を発見し、 2度にわたって、魚雷を3本ずつ、計6本発射したが命中しなかった。6月6日にはの地点で50トン級ジャンクを40ミリ機関砲と20ミリ機銃射撃で、沈め、翌6月7日には、の地点で、陸軍船あずさまる、丸立海運、1370トンに対して、魚雷を4本発射し、2本を命中させて撃沈した。6月16日、 シャードは45日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。7月11日、シャードは11回目の紹介で、南鳥島方面に向かった。この紹介では、南鳥島沖での救助任務がメインであった。8月15日に、洋上で終戦の情報を受け取り、翌16日に2発の冬嫌いを銃撃で爆破した。8月22日、 シャードは41日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。シャードは、ミッドウェイ島で修理を実施し、本土に帰還する。9月20日に、ルイジアナ州ニューオーリンズに到着し、シャードの戦争は終わった。その後シャードは予備役となり、第一海軍艦区で予備役訓練艦として、訓練任務に従事する。訓練任務は年月日に、 除籍されるまで続き、その後はニュージャージー州カーニーのルリア・ブラーズ社にスクラップとして売却された。シャードは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。